地震大きかったね。怖かった。よいしょよいしょ。お、ヒロとゴードン、どうしたの二人とも。機関庫に虫がたくさんいるんです。あれじゃ帰れないな。助けてー。このあっち行け。この私のところめちゃくちゃいるけど、これどうするのよ。うわうわうわ、さっきの地震と関係あるのかな。そうですね、これは関係ありそうですね。川の向こうに住んでいる機関車タワに聞いてみましょうか。え、あの昆虫大好き機関車の？タワって強い人が好きなんだって聞いたことあるぞ。ちょっと怖いですけど会いに行ってみましょう。ゴードンはここで待ってて、僕とヒロで行ってくるね。よし、ゴーゴー。ここですね、この大きな川を越えると昆虫タウンですよ。うわ、地面が茶色いね。ここが昆虫タウンか。到着。あ、トンネル崩れてるよ。多分昆虫たちはここから逃げたのでしょうね。タワーはどこにいるのかな。あ、さっき怪しい貨車がありましたね。そうそう、こっち。あのトンネルとっても怪しいですね。タワー、私はヒロです。そこにいるのですか？昆虫たちが逃げてしまいましたよ。さっきゴードンが強い人が好きって言ってなかったっけ？タワー、私は強い機関車です。勝負しますか？俺の名前はタワーだ。お前は強いのか？勝負だ、ヒロ。強すぎる。タワー、僕と勝負だ。お前は強いのか？パーシー、頑張ってください。シュッシュ、よし、勝負だ。You win. お前強いな、パーシー。お前の悩みを聞いてあげよう。あの昆虫たちを何とかしてほしいんだろ。よし、一緒に行こう。助けてください。パワー、お願いします。俺のお友達たちよ、お家に帰りなさい。よし、うまくできた。ふう、タワーのおかげで助
タワーのおかげで助かりましたよ。ありがとうございます。ヒロは弱いけどパーシーは強いから何でも聞いてあげるよ。やった、ありがとう。それじゃあバイバイ、みんな帰るよ。また新しい機関車に出会っちゃったね。じゃあ今日はこの辺でバイバイよ。よいしょよいしょ、これでよっしゃー、できたできた、バイバイよ。本日もご視聴ありがとうございました。機関車タワーどうだったでしょうか。撮影シーンですが、こんな風にですね、アングル角度を決めるのって結構悩むんですよね。もうちょいこんな感じですかね。 OK、 それではまたご覧ください。バイバイよー。